ピュア TV、YouTube、そしてニコニコ動画をご覧の皆様こんばんは、ヘイテン君でーす。本日は埼玉県草加市にありますダック草加店に来てます。ということで、ね、前回こちらのお店でね、最初にドンちゃん祭り言って中南チェリーが止まってね、やったと思ったらね、何にもなかったね。でもその後ジャグラー打ったらまさかのお座り一発でビッグでね、よかったあれ。ということでね、もしジャグラーのね稼働が良すぎて空き台がね、いい台があればジャグラー打つけど、なかったらね、まあ、今日もまたなんかちょっと違う台を探してね、頑張って打っていこうかなと思うんで、早速行ってみたいと思います。入店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 、やってきました、ドック草加店。それでは早速店内のデータ見に行きましょう。セイントセイヤって打てんのかな。わかんねえ。とりあえず行ってみよう。あ、あったよ、全然や。全然あるね。118分の1だって、すごいね。そんなもんで当たんの ?109 分の1だって。へぇ。打っちゃう打っちゃうどうだろうね。まあ、見ていきましょうか。あ、これすごいね。127分の1、まあ ART 込みですけどね、すごい。お、寝台、 KPG さんの寝台ありますね。お、モンハンのお客様、液晶2200枚オーバー、すごいね。お、パルサーの空き台はなし。あー、寝台クレア、クレアもお客さん打ってますね、打ってますね。アイドルマスターも打たれてます。ジャグラー、ジャグラーの稼働が、あーすごい、あーどうもあざす、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 あどうもあざす。さあジャグラーの稼働見ていきましょう。空き台には144分の1のジャグラーが1台空いておりました。どんちゃん祭り以前打ちましたけど、あーちょっと、あーちょっと弱いかな。ただね、セイントセイヤね、打ったことないんですよ僕。どうなんだろう、ちょっと打ってみっか。打ち方知らないんだけど、まだね15分あるから、まあ残り100分ぐらい残って、当たってないようだったらもう次移動かな。うん、分かんないけど、こいつ行ってみたいと思います。えいえい。はい、それではね、サイオンさんのパチスロセイントセイヤ行ってみたいと思います。本当に初打ちです。こんなことなら昼間打ってくれよかった。それでは行ってみたいと思います。お座りパッチャス、なんもないね。まあ少しぐらいね、ちょっと可能性を見せておくれ。お、見て見て、リベだね。どうなんだろう、大丈夫かなこれ打ってて。追加投資、何も起きる気がしないよ。当たる気がしない。100枚。お、やめようかなと思ってたんだよ俺。本当に気のせいだな、やめるぞ俺。ダメだ。勝てる気がしない。ちょっとやっぱさすがにね、厳しいかなこれ。やめていいのこれ、いいんだよね、やめよ、いろいろ。あ、クレアが開いた、クレア行こう。もうね、これ150枚目。何にも起きないの。ということで、2代目、クレアの秘宝で始まりの扉と太陽の石行ってみたいと思います。とりあえずお座り一発チャンス。何狙うんだっけ、黄色か、違うな、白だ。これですね。
正解だね。やばい、追加だし。200枚目やばいね。あ、もっといけ。おお、チャンス目、チャンス目来た、チャンス目来た。去年追加だし。なくなっちゃった。お。はい。ダウン。お。はい。あ。狙いっても止まんないってこと。ダメだ。はい。はい。ダメだった。ダメだった。残念。あ、出る。あれで当てたかった。あ、終わってるね。止まるわけないな。あ、無理無理。はい、それでは早速コインの方を流したいと思います。えい。じゃじゃ。じゃじゃ、16枚。はい、今回の結果16枚。胸胸。はい、実践終了、実践終了。胸。ということで今回の閉店くん、まず最初に、パススローセイントセイヤを打って、その後に何も起きなかったんで、クレアの秘宝伝を打ちまして、投資枚数が、250枚の使い切れなかったコインが16枚ということでマイナス234枚です。胸。いやね、まあセイントセイヤはね、ちょっとまあどんな感じなのかなと思って、なんか起きたらいいなと思ったんですけど、あのクレアはね、チャンス目でちょっと当てられなかったのが痛かったですね。残念。ということで、まあでもね、まああのジャグラーのね、空き台があれば、いい台があれば座ろうと思ったんですけど、まあ今日はね、もう稼働が良すぎてなかったんでね、まあこれはしょうがないということでね、皆さんが楽しく手帳こちら、ドック草加店の宣伝をちょっとだけ。10月はドック草加店がね、生まれた月ということで、よろしくお願いいたします。あとですね、あの10月の19日にね、また呼んでくれるということでね、10月19日金曜日なんでね、ぜひね、興味のある方はぜひ遊びに来ていただきたいと思います。あと10月の1日月曜日と10月9日の火曜日がですね、なんと濃縮営業ということで18時オープンなんでね、仕事帰りにね、ぜひちょこっとドック草加店にね、遊びに来ていただきたいと思います。あとは10月はスロットは筋肉マン、あと2027リバイス、こちらの方もね、続々導入予定となっておりますんで、そちらの情報は PR とメール会員になってね、情報をゲットして、ぜひこちらドック草加店に来ちゃってください。だけど僕は負けました。次回は頑張ります。引き続き応援の方よろしくお願いいたします。次回は勝つよ。えいえい。